大葉様城は、岩手県花巻市大葉様町内川目第48、地割りに所在した、日本の城。我が東部の安田原や、平野島の北上下半の新堀、島の乙部に通じる水用地であった。城は、京林寺南側の丘陵線端部に位置する東西200メートル、南北200メートル規模の山城である。追記年代は不明だが、西、南、 北三方の斜面に帯車を巡らし、尾根を掘り切りで区画して、海岸上の車を成していた。室町時代から、戦国時代の武士、大阪市の本拠地とされる。大阪市は、冷え抜き氏の子祖、冷え抜き広重の子である大葉様重臣を祖とすると伝えられ、道の区国ひえき軍大葉様里を領し豪村の罪名から、大阪市と称したとされる。大葉様間 東四郎館、中居館、横郎館、岩脇館などがあった。天正十九年の豊臣秀吉の欧州市置によって、軍衆、冷え抜き氏と共に没落し、長州大葉政左は追放され、江差軍、一小辺村で没した。天正二十年の諸城破却諸城には、大葉様平城派、信長を抱え大官九丁目町、重郎兵へとある。 慶長5年に岩崎一揆において旧冷え抜き家臣は大葉様城を攻めて制圧したが戦況悪化に伴い城を放棄した。破客後に地形城も要害の地で交通上の要衝でもあったので大葉様大官所が置かれた。ありがとうございます。